ご楽しみくださいませ。
が実現、チャンネル出現が決定まいります。チャンネルとはアイヌ語で出現の道という意味です。ここは国立公園にこそ含まれてはいませんが、出現を代表する植物ワタツゲが数年に一度浮き雲のような真っ白い世界を作る貴重な出現として知られております。乗車いただいております。このドロッコ号は大きく開いた天文窓が特徴のドロッコ式の列車です。景色の良い区間では少し減速して走ることから、ドロッコ式のドロドロ走る列車ドロッコ号と名付けられました。道内では浦の美瑛号、流氷号、釧路湿原号が走っており、それぞれ趣の違うドロッコ号を楽しむことができます。中でもこの釧路湿原ドロッコ号は北海道を走るドロッコ号の先駆けで、最も歴史が古く23年前に運行開始いたしました。2008年には累計乗車人に100万人を達成しております。昔、まだ釧路川1本しかなかった頃、
週間かかったとも言われております。これ付近に設けられたのが岩ぼっき水門です。岩ぼっき水門からは新釧路川増設工事も行いました。その結果大洪水はなくなり、新釧路川にはシシャモが登ってくるまでになりました。こうして岩ぼっき水門は水害はもちろん生態系や自然環境などあらゆるものを守るため重要な役割を持つようになったのです。進行方向を左手ご案内いたしました。岩ぼっき水門が見えてまいります。一人掛けの席のお客様は背もたれを動かして左側をご覧いただくことができます。奥に見える古い木造の建物が旧岩ぼっき水門です。昭和6年の完成後一度も水門が開かれておらず、開かずの水門とも言われ、歴史的建造物として親しまれております。手前のコンクリート製の水門は平成2年に完成いたしました新岩ぼっき水門です。また岩ぼっき水門後方に広がって見えておりますのが、先ほどご案内いたしました釧路湿原でございます。またここから先は野生動物が顔を見せてくれるチャンスが多くなってまいります。ただ野生ですのでどこで顔を見せてくれるかというお約束はできませんが、どうぞ釧路湿原の景観とともに野生動物探しもお楽しみくださいませ。次は釧路湿原駅に到着いたします。釧路湿原駅の屋根は湿原に舞う単調の翼をデザインし、落ち着いたログハウス風の駅舎となっております。釧路湿原駅から歩いて約15分ほどで細岡展望台に行くことができます。細岡展望台からの眺めは見渡す限りの湿原で、晴れた日には遠く阿寒の山々が一望できます。途中細岡ビジターグラウンジがあり、釧路湿原の資料やパネルとともに喫茶コーナーでくつろぐこともできます。自然の中、美しい鳥の声を聞きながら観察することができますので、お時間のあるお客様は足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。近いんだ、近い。
格がいい。どこあるの？